あ、パフュームもなんかやってんの？はい、こんばんは。こんばんきゅるりん。ちょっと皆さん涼しくなったでしょうか。お、すごい、早くも14名の方がご覧いただきました。ありがとうございます。なんとこの堅苦しいどうでもいいユーストもですね、7ヶ月ぶりのお久しぶりでございます。倉本さんありがとうございます。こんばんは。タイさんありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。どうもお待たせしましたっていうのもなんですけどもね、ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。まあ、私事ではあるんですが、ちょっとね、仕事が忙しくなって、まあ、仕事落ち着いたらやろうなんて言ってたら、もう半年経っちゃったということで、まあ、仕事もらえるのはありがたいことで、ありがとうございます。いやちょっとね、たまにやると、こう、機材の調整が。というわけで、最近僕はステップ1というかですね、パーティーロケツ行ってるためってこともないですけど、やっぱりこう仙台に、なんでしょうね、ステップ1系に、出入りすることが多いので、ドロシーが、ウィークリー8位かな、取ったということで、パフュームはファンクラブ限定でユースト配信か。なるほど。うまいね。限定なんだ。じゃあ、お楽しみください。気にされずに、どんどん聞いてくださいね。他のものをね。ということで、本当ドロシーも苦労して、まあなんかドロシーが苦労してるって言うと、もうありきたりであんま言いたくないですけどね、苦労売りみたいな感じであれ聞こえちゃいますけど、まあでもその明らかにこう、まあ他のね、ABEX とかのマネジメント系みたいにこう器用な売り方できる運営さんではないでね、まあ別にこうけなしてるわけでも何でもないで、まあこうそういう気質の運営さんなんで、まあいろいろ今までこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかっていうのは、まあ、太田さんの方からですね、もう、無数の新アドバイス、進言、書類によるアドバイス、もう本当に、傍らで見ててですね、本当苦労してたの、まあ、僕から見たらお客さんの立場でしかないですけど、お客さんが、こうしたらいいんじゃないの、こうしたらいいんじゃないの、これはこうした方がいいよとか、まあ、基本的なね、そのセットリスト云々とか、曲数とか、そういうステージで起こることから、やれ、チェキのあれは、これはまずいんじゃないかとか、その、今は全員握手でしょうとかっていうですね、まあそういうアトラクションのこう、ちょっとしたテクニックみたいなんじゃないですか。ね、ガンダムでやるのに個別チェキだけやっちゃったら、ね、全然普通のお客さん入れ込めないわけで、そういうその、勘どころみたいなところもですね、まあ、ドロシー・オタさんが本当に毎日毎日修正して、そういうのがこう、だんだんこう運営さんも分かってきて、で、今回はまあちょっと結構、あ、気が利いてるなってこともいろいろあったりして、まあなんかそれが全部こう結実したような順位ですね、本当に。僕も最初、2011年のね、例の、TIF の、まあいわゆる見つかったと言われているスマイルガーデンの時から、気になるなという感じで、ステップ1の方の、ショーケースとかは、まあ、たまに行ってたんですけど、どうもやっぱり、こう、情報の配分とかが、情報告知のやり方とかがうまくないんで、そこからちょっと自然に離れてったっていう経緯が
あるので、そこがまあその時からね、こうした方がいい、ああした方がいいと、いろいろ、まあ、運営さんもいろいろ、基本、素直に聞いてくださるんで、まあ、そうじゃない時もありますけどね、いろいろ他の事務所さんでも、全く太田さんの話聞かないところもありますから、それにあれば、まあ、なんとかしようと、なんとかアドバイスを聞こうという姿勢はすごく終わりなところなので、それがそう直してって直してって、まあ小さな事務所さんですからね、それがやっとこう、まあまだまだいろいろやってほしいことたくさんありますけど、まあ、8位というね、まあ結果、まあオリコンが何だっていうのはありますけどね、まあ S が何だっていうのはありますけど、やっぱりまあ一つなんて言うんでしょうね、グループが大きくなる上で、はいじゃあ中野サンプラザやりました、これやりましたって一つ一つはまああんまり大したことないエポックメイキングというかね、イベント、違う意味のイベントですけどね、そういう あれですけども、そのオリコンの順位に入るっていうのも一つのそのなんだね、一つ積み上げる一つのまあステップ、階段みたいなもんでしかないけど、でもその階段っていうのはやっぱりね大事ですもんね、うん、ありがとうございます。この方は僕はコロンさん、ありがとうございます。お久しぶりです。ありがとうございます。もしなんか音声とかですね、ブツッと切れたりなんかしたりしたら、ちょっと遠慮なくおっしゃってください。たまに切れちゃったりするんで。茶山先生、ありがとうございます。あ、22時のね、多分ダラダラやってますんで。はい。僕らのそっちが帰ってきたと。ありがとうございます。やつさん、ありがとうございます。今やナインオタのやつさん、ありがとうございます。エスペシア楽しかったね。あ、そうか、働きマンさん、パティロケ良かったっすよと、ありがとうございます。この前のね、シブドルフェスっていうやつですね、なんだっけな、オーイーストでやった、まあお客さん少なかったですけど、まあドルエレ関係ないですけど、ドルエレメジャーデビューね、あれアートワークとかよくできてますね。その後見たんですけど、アルバムとかジャケットとかちゃんと作ってて、ドルエル頑張ってんなと、ね、ありがとうございます。あー、むとまりさん、ありがとうございます。お邪魔しますと、ありがとうございます。あ、関東部君、ありがとうございます。こんばんはありがとうございます。こんばんは。好きよ俺もと、あ、ふにさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんはです。 CD ありがとうございました、この前。というか、感じ。ね。で、まあね、多分その、まあ他の、ね、運営さんのスタイルみたいのもあると思うんですけど、まあライムベリーみたいに、カジーさんがこう、ね、なんだっけ、ロイヤルホストじゃねえや、ファミリーマートでね、普通にこう、飲み食いしてるとこに、おう、みたいな感じで入ってきて、こう、気軽に話して、どう、みたいな感じでね、まあ、運営というよりも、友人みたいな感じでね、やるところだったら、まあ、こう、いろいろ不平不満もあっても、こうしましょうよとか、こうしたらいいんじゃないですかっていうのが、まあ、ワンツーで話せたり、こう、まあ、コミュニケーションが取れると思うんですけどね。まあ、その辺は、ステップアンさんは、一応こう、線を引いてるというか、芸能事務所と提供する側と、まあ、お客さんっていうのは、引いてるところのスタイルで、だからまあね、一緒に飲みに行くとかそういうことはあんまり、まあ、よっぽど近い人あんのかな、わかんないけど、まあそのいわゆるそういうふうにこうお客さんとコミュニケーションを取るところではないんでね、だから役をしてほしいんですけど、ああしてほしいんですけどっていうのはパーティーロケットでもいろいろお伝えするんですけど、それはまあイベントの合間とかね、ちょっと時間を見つけて、今だったらいいかなって感じでこう、パーティーロケの担当の方にこうお願いをしていろいろお話をするっていう感じです。だからね、じゃあドルシーだったらどうなのっていうのをですね、まあ先人の教えじゃないですけども、ドルシーファンの方にいろいろこうしたらいいんじゃないとか、こんなことあったよとか、これだったら聞いてくれるんじゃないとかっていうことで、かなりってことないけどね、結構いろいろこうアドバイスをもらったりとかですね、どうしたもんですかねと相談したりってことも実はあったりします。なので、
ね、そういうこうそこでもこうなんだろうね、お互いのこう歩み寄りながらこう順位上げるにはどうしたらいいかとかね、新規を上げるにはどうしたらいいかみたいな話をこう傍らで聞いてて、ああ頑張ってんなと、本当に、まあ、よくなんかこんなこと何十回も言ってますけどね、太田さんともちろんメンバーのステージ、彼女たちと運営さんと、一緒になってこう順位を押し上げたと。もちろん多分 ABEX さんのレベル側がね、今回多分頑張ってくれたのかなっていうのもありますけど、すごくそのアイドルグループのこうあれって、こうやっていくとみんなハッピーになるよねっていうのを感じれたかなと思いました。あ、ヒロプーさんこんばんはです、ありがとうございます。アタックさんお邪魔します、ありがとうございます、こんばんはです。そうそう、だからまだまではね、まあ、ユーストなんかも、何ヶ月、まあ、女子流とかの見てやってくれやってくれっていうのもずっとまあお願いしてたらしいです。そしたらまあやっと今年かな入って、定期的に週1でやってくれるようになって、でアーカイブも残して、アーカイブ消しちゃうのがもったいないんでね、でもまあアーカイブも残してくれることもあるみたいで、そこはそのああ今こういうの見たいんだなというのがだんだんこう実行してくれるようになってくるんですよね。まあ東京女子流みたいにそこが何でしょうね、かゆいところ言わないまでも、もう運営さんが先行してどんどんやっちゃうっていうのは、まあこれ恵まれてる話であって、まあそれはまあ当たり前じゃないんだよね、それは女子流運営さんが優秀なだけで、あそれだとあれになっちゃうか、まあまあ余裕があるね、運営するときにそういうこともやってみようというこう資産を使う、ね、あれがあるだけで、まあ地方のちっちゃい事務所さんはそんなことやってる暇ないですよね、本当、まあいいや。あ、どうもどうも、ミュウさん、こんばんはです。ありがとうございます。ということで、何から行こうかな。TIF ですよ。皆さん、チケット取りましたか？僕、まだ買ってないんですけどね。まあ、買います。予約してたと思ったら、それクレジットカードじゃなくて入金方式のやつですぐロストしちゃいましたよね。そんなの忘れちゃうよ。入金期間2日しかないんだもんね。ということで、そのなんかこう、まあてかうちのですねパーティーロケットはそこに出るか出ないかまだ微妙なところで、あのもし、ああ、ボギーさん、こんばんは、お邪魔します。あ、お邪魔し、ありがとうございます。こう、シャープ、TIF2013 ってタグつけてですね、パーティーロケッツ出てください。あと、いずこ猫ちゃんも出てないんでね、まだ決まってないっていう。なんなんでしょうね。別に断ってるとは思えないんだけど。出てくださいとかつぶやいてくれれば嬉しいです。まだいつ、まあ多分ギリギリまで分かんないですけどね、僕はたまに TIF2013 でつぶやいてるんですけど、まあ同じアイコンでしょっちゅうやっても、まあね、またこいつかって感じなんであれなんで、まあよ、もしよろしければ TIF 出てほしいなーって書いてくれたら嬉しいです。あと告知です。6月21日、これ、アスフィーとかですね、平成琴姫とかの対バンで、バンドの、対バンライブが金曜の夜にあります。あと、定期ライブ6月22日、これ、朝早いんですけど、渋谷デセオで売ってます。普通にローチ系とかで売ってるんで、ローチ系で検索すればすぐ出てくると思います。パーティーロケッツって英語で打たなきゃいけないんですけど、そこもまためんどくさいんですけどね、ぜひお願いしますという告知はいいんだけど、
なんだっけ、だ TIF だよ、 TIF だよ、そうそうそう、あ、これでも言っとくか、まあよくその、あ、そうかそうか、タイさんは取ってないです、ギリギリで良いかなと。そうですよね、まあ別に何だろう、結局バンドの交換をするときに早い遅いっていう話だったんですけど、去年も僕別に普通に10時過ぎぐらいに行って普通に並んですぐ交換できて、まあよっぽど早朝のなんかね、あれがない限りまあいいのかなっていう感じで僕も構えてます。チャーメンセンサー買ったと、ありがとうございます。まあね、静かすぎずな発表早かったですからね、うん、今年はどうなるか、また社長いろいろ考えてんだろうな、うん、楽しみ、もうそこは全然安心できちゃうっていうのがバーサス界隈のいいところだね。で、そのじゃ TIF ってこうあるべきとか、なんちゅうね、いやー、やっぱり48出ないとまずいでしょうとか、やっぱりハローは出ないと寂しいよねとかって言って、その意外とこう TIF について話してると、それぞれ TIF ってこういうものであるべきみたいなのがみんな違うんですよ。だから結構意外に話が噛み合わなかったりして、ね、とある人から言えば、まあアイドリングも出てんだし、要するになんか4大グループじゃないけどね、アイドリング、48、ハローをなんとかって、うん、出ないと花が添えられないでしょうとかいう人もいると。で、まあ僕はなんですけど、もうメジャーになったらももクロも出ないし、エビチューも出ないですしね。ある程度になったらそこはもう、僕はですけどね、もう抜けちゃっていいなって思ってるます。単独でイベント打てたり、ドームクラスを打てるとか、何千人とかって集客できるのはもう正直、来ないでいいのかなと。変なそのブランドとかイベントの格を上げるためだけに、はい48、HKT48 登場とかね、選抜メンバーとかっていうのはなんかいいなと。そんなのはどっか別なのスケベ心を持ったイベンターがやってくれればいいわけでね。やっぱり TIF に現時点でね、2013年に臨む TIF の位置としては、やっぱりなんか地下から這い上がる時のきっかけみたいな、その中間層を埋めるフェスになってほしいなと思います、うん、今ね、もう本当出たばっかりとかいうグループがある、そのこううぞうむぞうの地下のイベントもあるので、それはそれでそこのイベンターさんのセンスで選ぶっていうやつで存在価値があると思うんで、 TIF の場合はそこからどうやってそのじゃあ500人の壁を乗り越えるとかね、1000人呼べるようになるにはとかね、なんかそういう、なんだろうな、もうちょっと世間に出るための一歩を出すみたいな感じのイベントになってくれたらいいなと。まあ差額が出といてなんだっていう感じですけどね、うん、ってくれたらいいなと思ってます。あ、アコロンさん、京都のフェスのこと話してほしいです。なるほどね、後で話します。あ、ヒロプーさんも TIF は買ってないですと。まあ多分ね、7月になってそろそろ買うかってなもんですよね。まあタイムテーブル出てないですからね、よっぽど推しのグループがなんか箱の中でやりますから早く行かなきゃいけないとなったらちょっと早い成番必要かとかって考えますけどね。それ以外はまあ暑いし適当にぼちぼち行ってバンド交換できればいいかなという感じですよね。とささんすいません、先日ありがとうございました。いや、くだらない素人のざれ言なので適当に寝ちゃってください。一応アーカイブ全編僕が失敗しなければ残しますんで、ありがとうございます。今、すごい44人の方ありがとうございます。ということで、TIF なんですけど、その
ちょっとね、やってほしかったなと思うのは、単純にまあ甲子園じゃないけれども、そのいいですよ、その協楽とかね、そういうスポンサーつけて、そこにお金で協賛の、じゃあこのグループちょっと出してくれないとかって、あ、平和かね、そういうところで、じゃあ猪木系の INK123 ガールとか、もうほとんど活動もしてないようなね、今入れたりとか、まあそういうあの大人の事情で入れるのは全然いいんですけど、例えばですよ、50グループは、その全体的な割合とかもどうでもよくて、例えば50グループはなんとか選抜に出しますとかっつって、で50グループの評価はこんな感じですって言って、単独ライブ何回今までやってるか、まあ枚数とかって言ってもなんだな、例えばライブ動員でどれぐらいやってるかとかって、なんかそういうなんか前パラメータを用意しといて、でまあ TIF なんとか委員会っつってね、なんか登竜門みたいにして、そこをある程度こうまあガラス張りにして、その50組に受かるにはこれが必要ですよと、で枚数打ってください、これぐらいの箱で何回以上ライブやってくださいとか、まあ接触はどうかな、なんかそういうのはあってたらいいなとちょっと思いましたね、うん、なんかまあ芸能のことなんで、かなりうやむやにしてもいいだろうっていう、多分ことだと思うんですけど、あのそれが芸能界の甘えっていうかね、なんかいいんですよ、その50組が選抜でちゃんとその精査されますよって、50組分があったとして、他の105、例えば全員200組出るとしてね、わかんないですけど、あ、今100ぐらいか、じゃあ後の50組は全部大人の事情で、人脈とかコネとかで入れます、でもそれ全然いいんです、その大人の世界ですからね、小ビジネスですから、ただね、地方から何々を目指してって言ってる時に、まあ夢見る TIF 夢の舞台と言われて、これからもその TIF っていう格好を上げるんであれば、ちゃんとなんか クリアな基準みたいなやつを とりあえずでいいんで示して、まあ絶対そこで太田さんがああでもないこうでもないっていうのは当たり前ですけどね、ただなんか出してください出してくださいって、なんか子供がおねだりするような感じにするのはちょっとかっこよくねえなってちょっと思ってます。僕もなんかパティロケ出してくださいとかって書くの、なんかいい書き方ないかなとかっていろいろ毎日考えてるんですけどね、なかなか気の利いたこと言えないもんで、うん、なんかそうやってなんて言うんでしょうね、基準っていうか、 TIF 出るにはこういうことを努力した方がいいよみたいなことを、少しこうガイドできるような立場になってったら、またあのお客さんの目見る目も変わるんじゃないかなっていうふうに思いますね。あ、もう見た目からして、まあ女子流とかがボンとか出ちゃうと、まあ AVEX とのパイプは強いんだろうなとかって思っちゃってね、なんかまあそういうのもまた太田さん同士でこう話すのは楽しいっちゃ楽しいですけど、なんかそういうコネの探り合いみたいなことばっか喋ってるのはどうも健康上良くないなっていうかね、なんかなんだなって思うとこですよ、うん、だからスポーツみたいにね、スポーツみたいにまあ勝敗とか決まるんだったら分かりやすいんですけど、まああと投票制とかっていうのもな、まあ結局あれなんで、 TIF 例えばですよ、 TIF 登竜門、アイドル登竜門、選抜大会とかって適当な枠を作ってね、そこで30組だけはここのあれに合致したら、まあ、審査を通して、出場を許可しますとかつってね、なんかそういうのあれはいいなって思います。うん、あ、そう、京都か。そうそうそう、なんて言うんでしたっけ。京都。あれ、確か、京都アイドル、あれ、静香月さん出るんじゃなかったっけな。東京アイドルフェスタですよ。京都アイドルフェスタ2012。これ、オフィシャルサイト、あったあったあった。